三味線のフレーズは昔から口三味線として口でそのリズムを奏でることによって伝承されてきました。その三味線のいくつかの特徴的なリズムをご紹介いたしましょう。てんつるてんつる。昔の三味線音楽にはこのようなリズムがありました。これを演奏しますと、譜面のすはすくいの指示で、バチの先で糸の下から上へすくい上げるようにして弾く奏法を示しています。大変日本的な情感を感じさせるリズムです。テントンシャン、チントンシャン。同じく三味線音楽にはよく使われる手順で、曲の最後などに使われるリズムです。徐々に速く、あるいは徐々に遅く弾くリズムです。左手は糸を押さえたまま竿の下から上へ移動させます。左手は糸を押さえたまま竿の上から下へ移動させます。